どうしよう。なんかもうチーム全部できた。例の CR カップごっこの。チーム名はまだ。コノのところは、オッケーオッケー。コウタンとアッシーのところ以外チーム名、チーム名じゃなくて、チームの構成。芝さんが死ぬなら枠一つ枠。あー。芝さんの枠にソバルト入れれるかもな。確かに、まあそれでもいいかも。芝版になったら。ザフテスの枠は、まあそのままで。でもザフテス君本当に頑張ってましたって言うけどさ、全然来ないんじゃん。全然来ないし、ごめんじゃないし、意味なくない？出す意味なくない？あんのなんか、ザフテス出す意味あんの？なんかいいことあるんすか？来ないじゃん、だって。来る気あんのこれから。なんかそういうデータとかあるんですか？ザフテス、来んの？なんかこれから来るつもりなの？なんか、偶然の事態なの？なんかどうせまたなんか来なくなるでしょ？もうザフテス、ザフテスやる気あんの？意味あんの？ザフテス。意味ないならなんか、どうする？外部の人呼んでもいいよ。2月はどれくらい来たの？そのオンラインデータ、陰キャの、出して。2月は来てんの？来てるのか俺わかんねえんだけど。どれくらい来てんの？来る気なかったらなぁ、出してもしょうがないからなぁ。いや、なんか、外部の人呼ぶってなっても、来れるかわかんないけど、初音さんとかになっちゃうんですけど、このチーム絶対勝っちゃう。プレデターじゃん。いや、違います。おじじポイントで6ポイントなんで、6なんですよ。おじじポイントっていうのがあって、やべ。いや、まあ、全然実に制限すればいいんじゃないですか、また。全然実に。ヒューズしか使えない。誰と組むの？コノと単勝じゃないの？ザフテスの穴でしょ？絶対大会。インカ転生のおかげだよね、でもこれ。なんか、インカ転生のザフテスそういえば来てないぞって言ってくれたおかげじゃない？プレイ時間少なくね？なにこれやば！あのさ、ザフテスのプレイ時間さ、な、26秒とかあるんだけど、2月の。どういうこと？ 26 秒だけ来て消えたってこと？なんだそれ？なにそれ？やばくない？ザフテス26秒、6分、22秒、1分、8分、一番長くても1時間しかいない。これ何しに来てんの？やば！11月4分。1時間50分、1時間、2時間、39分、4回だけ。あ、でもオンライン、ん？オンライン14分、14秒。オンライン時間と何これ？プレイ時間、プレイ時間はあれか。実際に動いてた時間ってことか。普通に。2月しか来てない。はい、脱退で。さらばザフテス。著名だったらまだ良かったんだが、トラクロみたいな伝説枠だったら。てか、どうすんの？芝。今配信ついてるからさ、なんか芝の話みんな知らないんだけど、配信のみんな。芝番。芝さん ?VC 解除したけど。はい。芝、はい、さんさ、はい、なんでいいねとかは していいっていう判断になっちゃったの？ん？いや、SNS をやめるって話してたじゃん、なんか。あ、そうですね、はい。なんでいいねしてんの？あ、なんか多分昨晩くんさんとお話しした内容だと、Twitter とか Discord とかの SNS の運用が。ダメ、運用だよね。いいねって運用じゃない？運用っていうのがそのツイートしたりとか情報発信したりとかそういう意味だっていう風に捉えたので、その参加税とかに対するいいねっていうのが問題ないって思ってしまったんですけど、いいねで情報発信できますよ。できる。いや、なんか分からな、なんで聞こうって思わなかったの？それを。なんで聞こうって思わなかった？なんで自己判断しちゃったの？昨晩の時点でその、自分はそう思ったんだ。SNS の、いや、運用がダメっていう風に言われたんで。いや、運用っていいねって、いいねとリツイートって運用じゃない？普通に。そうじゃない、いいねとリツイートって運用。いいねもダメですか？ツイートしたりとか、リツイートしたりっていうのは、こう明らかな情報発信じゃないですか。なので運用だっていう風に判断したんですけど、千葉さんなんか赤消すかどっちか選ぶか、マイクラでやるか。だからもうアカウントログアウトしてもうやんないか、マイクラするか選ぶか。じゃあアカウントログアウトします。じゃあもう一切何もしないってこと？ SNS もうネットネームの SNS は一切しないってことでいいの？いや、 Twitter と Instagram はしない。ちょ待って、Discord はするってこと？ディスコードはあれじゃないですか。いや、そう、ディスコードで、いや、そうだけど、ディスコードで、じゃあ、ディスコードで、なんか、普通の、はい、じゃあ、今、バンクラに出てるキッズの、なんか、バンクラの参加者が、例えばやってるディスコードがありました。入る？入らない？バンクラをやっ、ん？バンクラをやってる参加者がいました。バンクラをやってる参加者がいます。はい。うん、で、その人が、ツイッターで、ディスコードを、なんか自分のディスコードですっていう風に公開しました。あなたは入りますか？バンクラの参加者が作ったディスコードサーバーにですか？うん、興味を持ちました。芝さんは。いや、興味を持ったとしてっていうことですか？うん、だとしても入らないですね。ディスコードはじゃあどこに入るの？いや、もうすでに入ってる分っていう形です。ダメです。これ入ります。いや、僕もすでにサーバー100個入っててこれ以上入れないんですよ。
ああ、じゃあそこで遊ぶって感じ？既存ので遊べばいいかなぐらいの感じってこと？ディスコードで。そうですね。あのもう、だいたい3、4年ぐらいは。そうか。なるほど。使ってるのって、既存のやつ抜ければ、いやだって抜けないでしょ。でもまあ使えなくなったディスコードとか抜けない？普通。使われなくなったディスコードとか。もう、まあ、動いてないとか。動いてなくてもあんまり抜けないっすね。なんか、昔のチャットとかがあるんで。ああ、まあまあ、それは価値観はそれぞれだけど、なんか、はい、いや、要するに、何のために、その、芝さんにその制限を課してるかって、意地悪とかじゃなくて、はい、芝さんが人と関わるときに、関わり方が、頭が悪すぎるから、はい、そういう制限をかけたのね。なるほど。で、いいねとか、リツイートとかも変なことをできるのよ。いいねとかで、基本的に。それって別に。なんか、いいねとか、やろうと思えば、なんか何でもできるじゃん。別に、いいね、リツイートで。例えば、女のなんか、つぶやきだけいいねし続けて、一人の女だけいいねし続けて、で、ディスコードに入って、なんかやるとか、何でもできる。何でもできるよね。そうですね。はい、やろうと思えば。ルールが通じないから、柴さんって。ルールが分かってないから、情報漏洩とかのルールも理解できないから、要は、なんだろう。端的に言うと、そういう意味で、別になんか、いい大学に行ってるんだろうけど、頭悪すぎるから、その、SNS 全部禁止みたいな風になったのね。なるほど。普通は、その、行って、いや、これはダメだよって言って、了解って終わりなんだけど、それが分かんないから、もう、しょうがないから、SNS 全部禁止ってなって。でもじゃあディスコードでなんか普通に既存のなんかなんだろうキカルサーバーとかで遊んでるとかだったらもうあまり意味はないのね。いやキカルサーバーとかじゃない。いや例えばだよ。なんかさ、はい、別にキッズの女友達とかいるでしょ、はい、なんか普通のその辺のキッズの女の子とかと話したりするでしょ多分ディスコードで。まあいますね。はい。うん。まあだからそこで結局話すからあんま意味ない。じゃあ意味ない。そことは話すって感じなのもうディスコードで。そことは絡むんでしょ多分。あんまり話はしない。ですね、はい話はしないんですけど、まあ、そこで話すんだったらあまり意味がないかもしれないな。あじゃあその辺とも距離を置く形ですよね。っていうか一応昨日の夜の時点で、うん、ちょっと待ってもらっていい？ちょっと待って、はい、なんか電話来た。はいはいはいちょっと待って。なんだっけ。まあディスコードではまあ話す感じじゃん柴さん。あのさはいはい。ディスコードではまあ話す感じでしょ。で、うん、昨晩の時点でその参加勢以外ともその参加勢の柴さんとしてのやり取りはやめろっていう風な結論になりましたよね。うん。でもディスコードはやり取りはじゃあしないってこと、はい、もう今後しないっていう風な形で。ああ、それは理解してる。決定したじゃないですか、うん、はいっていう風に私は、はい、一応認識してます自分の中では。なのでいや本当に申し訳ないのはそのツイッターその他の SNS の運用っていうものを、うんうん、の中で、いやツイッターに関してはそのツイートとかリツイートあるいは引用ツイートとかそういうのが運用だっていうふうに思ってしまったっていう。そのいいねがその運用に含まれないっていいねがその何て言うんですか、いやなんかツイート見返すときに保存したい危惧してるのは多分、はい、なんかあんま反省してないなって感じがするのと、いや、なんか、のと、まあまあ、ちょっと待って、のと、はい、あと、結局2ヶ月したらまた放流されるわけじゃん。もう一回別に、もうフリーになるわけじゃん、結局。ずっと SNS やめるってわけじゃないじゃん、ディスコードとかも。はい。だから、なんか結局なんかまた同じようなことやり始めて、また同じようなトラブル起こしそうだなとしか思えない感じがする。多分、くんさん的には、要はそのインターネット上 その人付き合いに関して気をつけろっていうことをおっしゃってると思うんですよ。その不特定多数 の人と喋ったりとかっていうのをした場合に危険性が高いからっていうのでこういった処置を取られてるって思うんですけど、うん、なので解禁されたとしても以前から関わってる要は訓戒は以外でちょっとかかってる方々ですとか、参加勢の方以外と要は50人クラフトの視聴者とかとあんまり関わらなければその今回のような件は起きないじゃないですか。グラフのお姉さんから ディスコードの DM で、はい、なんか柴さんなんで2ヶ月ぐらいいなかったのって言われたらどうするの。それに関してはもう黙ります。無視みたいな。もう無視決め込みます。あの人に対してはもう。あ、いや、じゃあグラフのお姉さんじゃなくてもグラフのお姉さんじゃなくてもいいけど、いや、なんで2ヶ月いなかったのとか言われたらっていうことですよね。どうするの。誰でもいいけど。いや、でもこの件に関しては絶対いません。なんか理由つけてごまかすとか あるいはちょっと普通に、まあ、でもまあ柴さんでもなんか今あるつながり全部なくすのもったいないから割とやめるのもワンチャンありだよ。もったいなくない。
今ある芝さんの友達とのつながりとかも、なんかそれやり取りできなくなるのもなんか芝さんのためにもなんなくない？でも大丈夫なの？一応大丈夫だと思います。はい。お茶と思うってなんだ。いやっていうのも、あの以前までのその知人って言ってもその頻繁に遊んだりするわけではないので、あの本当にたまに思い出したように数ヶ月に1回ぐらい遊んだりするレベルの仲だったので、おそらく今の時点で切れてしまってもはっきりせえ、自分には変わらないと思います。今はっきりせえって今なんか、はい、すいません、なんか誰か誰だ今の、今のなんだ、はっきりせえって怖っ。ご意見番来たのか。あやゆゲンサバからログアウト、新芝ディスコードアカウント。あ、確かに、確かに芝さん新しくディスコード作り直したらアカウント。アカウント作り直して、参加型サーバーに。参加型サーバーだけいればいいんじゃない？入れば大丈夫。そしたら問題起きないんじゃない？なんか、確かに。それは嫌なんでしょ？多分、若干。芝さん？はい。それは嫌なんじゃないの？芝さん？はい、イエスかノーかで答えてください。いや大丈夫だと思います。大丈夫だと思う。いやだから芝さんが不満な思いでやったら、はい、なんかなんだろう、消させられたみたいな感じになっちゃうし、別に芝さんが辞めることは、そんなことないです。いや芝さんが辞めることは別に、まあ芝さんがいなくなると、まあ、寂しいけど、まあ、しょうがない、しょうがないっちゃしょうがないから別にいいんだけど、そっちの方が別になんだろう、煽りとかじゃなくて、まあ、別に普通にキッズと交流するのが楽しいんだったら別にそれ優先するのもありだと思うし、なんか それって結構厳しい処置だから、今のなんかキッズの普通の参加キッズじゃないキッズとの関わり切れるから、なんか別に辞めるんだったら辞めるでも全然いい場面だから、別になんかなんとなくのノリで考えない方がいいと思うよ。今なんとなくノリで、いややりますやりますみたいな感じにしない方がいいと思うよ。よく考えた方がいいような気がする。それで後悔しそうな気がするから、本当にそこまでして参加型っていうのいる価値あるかどうかみたいな。芝さんの中では参加型でこういろんな参加キッズと話して友達ができて、そのツイコールとかディスコードでおしゃべりするのが好きなような気がするから、それが縛られる芝さんの参加型ってそんな意味あんのかっていうと、芝さん目線に立つとあんま意味ないような気がするけど、それで大丈夫なの？大丈夫です。いやいや本当に、なんかちょ即決してるけど大丈夫？いや僕はくんさんと遊べなくなるっていうことの方が多分すごく精神的に辛いと思いますし、それならいいけど、そうはあんま思えないから、みんなそうなのみたいな感じになってるんだと思うけど、明日オフ会どうすんだよ。メンツは言えないけど、デポン会じゃないです。ちなみにデポンは来ません。デポンは誘ってません。デポン以外でやろうぜって言って、デポン会、デポン以外のメンバーで集まる。まあじゃあまあとりあえずなんか処置がどうなるかわかんないけど、もう新芝アカウント作れば、新芝アカウント作ってなんか旧芝ログアウトっていうのはで、マイクラロールつければいいだけっしょ、入ってきて。はい、大丈夫それで。少々お待ちください。あ、大丈夫で、検討する、どっちでもいいよ。あ、いや大丈夫です。オッケー、はい、さようならすべてのディスコさん。何をしてんの芝さん今。芝さん、はい、何をしてるの今。なんか作業中。あ、今あのその新しいディスコードアカウント、ああ作ってるのか。はい、ディスコードアカウント作ってる、どうやって作ってんの今。なんかディスコードいるけど、いやメールアドレス、あ、他のやつでディスコードアカウント新しく作って、なるほどね、っていう。はい、どうやったらいいですかね。くんさんにチャットして、俺にチャットで、じゃあ俺にチャットしてもらったらよかったな。 MC 豊かに感謝しないと。 MC 豊が唯一守ってくれたから、 MC のおかげじゃん。 MC 意外に義理の熱い男だからな。無名だけど APEX の再生数は取れないけど義理に熱い男だから。1年前 MC くんさん、俺っす覚えてますか MC っすどの面下げて帰ってきたんだみたいな。まあじゃあそういうことで、まあ通話もうすることないから、なんか俺に、あー、これにフレンド送ればいいんだね。はいはい、お願いします。はい、送った。でここの招待を発行して、チャットして。まあまあ、あと大丈夫だよ。で、はい、これで入って。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。で、ミュート。はい、ということで、芝は、しばかれました。芝はしばかれました。ついに、毒牙が抜かれた、芝の。まあ、ツイッターもログアウトしなきゃいいだけじゃない？別に。赤消しまでする必要ないでしょ。赤消ししたらキッズになんでってなるから、説明するのがめんどい。数日後、ツイキャスのコメントはありかと、全然ありそう。はい、皆さん集まってください。悲しいお話があります。ファマス像の前に集合してください。悲しいお話です。
今回ですね、一人番車が出ることになりました。番車が出ることになりました。まず経緯を説明しましょう。その番車が出てしまった経緯です。その番車が出てしまった経緯は、まずそうですね、1週間ほど前ですかね、いや5日ほど前、いや3日ほど前、これたかだか3日ほどの出来事なんですけど、3日前に、まあまあ結論から言うと、イケコさんがエロすぎたっていうのが問題です。今回のイケコさんが、エロすぎたっていうのが今回の敗因というか、悲しみの出来事の発端になってます。じゃあちょっと話していきましょう。とある参加勢、まあ通称 S、 ミスター S が、まあ、柴さんなんですけど、柴さんがまあとある情報漏洩を行いました。で、まあその漏洩の結果、まあちょっとめんどくさいことが起こって起こってしまいました。まあ詳細を話すと情報漏洩の情報漏洩になるので、この件についての詳細は伏せますが、まあ情報漏洩が行われました。それは事実です。で、それで、柴さんに、SNS の運用の一切をやめるという、ツイッターを禁止してください、禁止ですというふうな話になりました。はい。まずそこが第一ステップです。柴さんはツイッターを禁止になってました、実は。で、この度、この度じゃないですね、その次の日ですね。次の日じゃない、2時間後、実は決まりを破ってしまいました。持続時間は2時間でした。2時間後決まりを破ってしまい、いいねを、行って、しまいました。はい。数名にいいねをしました。で、その時に、もう、これはもう番じゃないかっていう風に話が傾きかけた時に、唯一変わった男がいます。MC です。MC は、男 MC は、俺は柴さんを、なんだっけ、なんか MC の決め台詞なんだっけ、俺は守りたいけどって言って、柴さんを守ろうとした男が、MC という男がいて、こいつはね、意外と仁義に溢れる男なんですよ、実は。実は仁義に溢れる男で、なかなかいいやつなんだけど、まあ、この帰りの会をしているということで何が起こったかお分かりですか？この MC の、MC の顔を見て、何が起こったか分かるかどうか分かりませんが、次、彼に下されたのは、交流の禁止でした。ディスコードも新しく作り直して、一切の交流をしないでください。外部と交流しないでください。マイクラのみ、でやってください。っていうような話でした。24時間後、破られました。どうやって破ったかというと、イケコさんが、子宮の画像をツイートして、イケコさんの子宮の断面図。そう。イケコさんの子宮の断面図の画像はこちら。はい。イケコさんが子宮の断面図の画像をツイートして配信をしたら、それで我慢できなくなったのか、イケコさんの子宮の断面配信にコメントを始めてしまいました。はい。残念ながら、柴さんは、3度の約束を破ったことにより、柴さんの、罪は重いと判断し、この度、バンという風な話をしようとしていたのですが、ニューファングが、昔からね、数年前から彼と一緒に活動しているニューファングが、彼は今までも貢献してきたと。なので、なんとかしてほしいと。クンさん3度目の正直です。信じてください。じゃあ何したんだっけ？柴さんって。具体的には、なんか面白かったエピソード、柴さんの。女参加勢にいろいろ教えてた。なるほど。女参加勢と話すっていう実績を達成できた。確かに。まあ、それは大きな実績ではあるでしょう。リモート騎士団としての団長の力もあるからな。まあ、そこで、ちょっと最後の手立てということで、新しい措置を考えました。柴さんには。柴さんは、まず、ちょっと、これからこうやって会話してもらいます。会話の仕方、柴さんの会話の仕方は、今は、ツートンツー、ツートン、トゥートゥートン、トゥートゥートン、トゥートントントン、トゥートゥートン、トゥートン、トゥートン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 、トゥートン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 、トン、トゥートン、トゥートゥートン、トゥー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 トン、トゥー。つまりは、みなは、まあ、お分かりのように、私は柴さんですって言いました。
セックスしたいって言わせました。はい、柴さんも、柴さんはこれからモールス信号でのみのチャット、意思疎通を許可します。インターネットに存在する柴は、モールス信号でのみ、話してもらいます。いいですか、ちょ柴さんログインしてください。あー柴さん、はい、早速チャットしてますね。柴さんディスコードで、はい、これなんて言ってるんだろうね。トゥートントントントゥートントゥートントゥートゥートントゥートントゥー、変換ってできんのかな。あ、イケコさんエロすぎっていうのが多分これイケコさんエロすぎっていうことらしいです。本日マイクラ参加不可能、あーって言ってるのか。千葉さん今日はマイクラ参加できないらしい。あー、なんか通信兵がいればなんか変換部隊も必要だよね。通信の変換の戦地からすごいね、なんか戦地からのなんか暗号みたいな。今変換してます。アマチュア無線部のマチャカリくんに任せましょう。あ、マチャカリくんってなんかアマチュア無線の免許持ってるらしいよ、ちなみに。だから複合部隊がマチャカリくんになるんじゃない。アマチュア無線の免許持ってるらしいぜ、まあ、マチャカリは。さあ、特殊無線のなんか免許があるから、だからマチャカリに全部変換させればよくない。マチャカリが全部やるから大丈夫だよ。かっこいい、通信兵みたいでかっこよくない。なんかそう、通信正体みたいな感じでさ、かっこいいよね。なんか柴さんが何か言うたびに通信正体がなんかこう通訳するみたいな。あの背中にそのケーブル背負って、そう、塹壕走ってマチャカリがこちら50人クラフトのマチャカリ、応答お願います。トゥートントゥートントゥートン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 トゥートントゥートン、了解。めちゃくちゃかっこよくない。あの全てのやりとりがこうなるんで、柴さんはツイキャスでコメントするときも YouTube でコメントするときももちろん、あの全てこれで頑張ってもらいます。まあしょうがないよね。モールス以外で喋ってる見つけたら、ニューファングと、シバさんがバンです。ガチでニューファングもバンです。あ、シバさんから来ましたよ。新しく。はい。通信兵を要請、保持用を求む。だって、シバさんが。はい。ちゃんと訳すサイトがあったんで、シバさんと意思疎通は可能です。またシバさんから来たよ。内容は、感謝。らしい。緊張感出てきたな。あの、これ年単位だからね、柴さん。柴さんなんか若干楽しんでるけど、これ年単位だからね。悪いけど。これは年単位で続きます。1ヶ月や2ヶ月のお話じゃないです、これ。ちなみに。ちなみに言っとくと。一緒にエイペックスできるじゃん、ニューファング。何言ってんの？トゥートントゥートン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 って。自分で言うのはダメだね。全部こう、なんかモールス信号の MP3 化して全部報告できる。めっちゃかっこよくない？クソかっこよくね？なんか、本当の戦争してるみたいだぞ。あの、マチャカリ、なんか柴さんが〇〇と申してますっていう風なのちゃんと訳してね。マチャカリ頼む。あの、モールス信号すぐに複合してね。マチャカリが複合しないとまずいから、複合部隊として。ちゃんとモールス信号完璧にしといて。英語の方だけしかやってないし、そもそもモールスサボってた。じゃあ日本語やろうか。柴さんのために勉強し直すのマジですか？全然マジ、全然マジ。2時間後芝、顔文字ならいいと思った。ダメです。あのモールス以外ダメです。逆に言うとモールス使ったらツイッターも全部許す。いいよ、モールス使うんだったらツイッターも何もかも許す。え、なんならツイコールもいいよ、しても。でもツイコールしてもいいけど、全部モールス信号で会話してね。あの相手に MP3 で聞かせるみたいなモールス信号で情報漏洩したらどうなるの？番です。すごいな、モールス信号で情報漏洩ってのがもうスパイじゃん、もうなんかCIA かなんかか。そういえば、ノジャジャもアマチュア無線の試験受けたことあるらしいですよ。ちなみに、ノジャジャは試験に落ちたので、あの、通信兵としての資格はありません。ノジャジャは通信兵の試験落ちました。アマチュア無線の資格、入隊できません。ノジャジャは残念ですけど。じゃあ、まあ、頑張って。まあ、じゃあ、頑張って。一週間絶対持たないだろ、これ。いや、まあ、持たなかったらマイクラ参加型やめればいいだけだから。まあ、全然やめたら、もう、やめた後の話はもう、ね。知った話ではないから。1日後芝参加型やめます。スピーディーすぎる。なんか丸く収まってよかったし、ある意味ではなんかこう、ある意味ではなんかいいかもね。いい結果になったかもね。こうモールス信号を覚えることだってできるし、マチャカリがモールス信号を覚えれるしさ、お互い勉強になるから。オフ会するときもモールスで話すの、まあそれは当たり前だよ。何言ってんの？オフ会はモールス信号で話すよ。来たら、あのずっとスマホ片手にモールス信号みたいな感じの MP3 にして、プー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 、あのレバーみたいなの持ってこうぜ。なんかさ、あのこうカタ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 みたいなさ、あるじゃん。地獄すぎる。秋葉原で売ってるよ、モールスの機械。あ、そうなんだ。エーペックス大会はまあ好きにすれば、もう出たらいいんじゃない？その代わり全部モールス信号でやり取りしてもらうけど、モールス信号で報告だよ、全部。ピンはオッケーだけど、はい、負け。だからお寿司は、
お寿司食べてる間はモールス信号で、お寿司屋さんでモールス信号でトゥ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 美味しいみたいな感じの、奇抜すぎる。まあしょうがないよねそこは。でもモールス信号なんかこう、モールス信号の覚え方とかいろいろあるよ、なんか動画が。モールス信号入門、モールス信号の覚え方。あ、光の点滅とかでもいいのか。じゃ50人クラスでもできるかも。光るじゃない、光るでもない、光も。 iPhone 向けモールス信号アプリ、モールストーク。あー、そんなのあるんだ、へー。なんかちゃんと iPhone 向けのモールス信号アプリがあるらしいよ。しかもマイクから入力されたモールス信号をテキストへ変換可能だから、柴さんがこうトゥー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 トゥっていう風に柴さんが言ったら、それを変換できるから柴さんとの会話も成り立つよ。なんでそんなマイナーな需要を満たすアプリあるんだ。それなとかさ、なんか簡単なモールス信号は俺らも覚えてあげてもいいかもね。なんかその多様性のために、例えばそれなとかは何だろう。あ、これがそれなか。それなぐらい覚えておいた方がいいんじゃない。このトゥー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 、それな、これぐらいは覚えといたらなんかこう楽だよね。あ、それなって言ってるんだなみたいな、イエスとノーぐらいさ、ちょっと覚えといてもいいかもね。いや、めんどくさくなったら訳さなくていいだけだから、別にただなんかベイマックス並んでるだけでしょ。だってめんどくさくなったら無視すればいいだけだから。あの、わらわらわらって何、わらって何。あー、これか。シワさんが面白がってるとき、この、トゥ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 って言うんだ。あー、了解了解了解。これがわらわらわらね。存在感やば。だから大喜利の看板も全部モールス信号だよ。で、あの、マチャカリが全部訳すから、マチャカリ呼んでその度に。マチャカリいなかったら、あの、複合ができないから、通信兵がいないから無理。看板ポコピピできないからかなりきつそう。これはひどい。なんかディスコードでなんか、ちゃんと、あれ？あ、ディスコードで柴さんよかった。ディスコードでなんか作ってくれてるじゃん、亀下くんが。複合ボット。すごい！複合してる、ディスコードで。そしたらマイクラでももしかしたらいけるかもしんないね。マイクラでこうなんか、なんとかするみたいな。あの、柴さん専用プラグインみたいな、複合専用プラグインみたいなのできるかもしんないよ。すごいなぁ。俺たち、モールス信号覚えれんのか。ま、ということで。これでやらかしたら相当だぞ。はい。ジジイで。で、どうする？スキンどれがいい？一応案としてこれが出てるんですけど、これ。ちょっとモールス信号っぽくはないんだよな、これ。別に。通信兵のスキンみたいなのがあったら面白いかな。ちょっと貼ってみてもらえます？くん、通信兵っぽいスキン見つけた。マイクロ雑談に貼って。あー、これでいいかもね。なんか通信兵っぽくてなんか、いいかも。これにする？芝の新しいスキン。じゃあこれで。もうずっとこれで。じゃあよろしくね。これずっとだから、頑張って、じゃあ。戦地でも頑張ってくれ。イケコ至急連絡クレア、ダミトモ。ただの社会人さんが切れてる。ただの社会人さん切れてるわ。